割と3月24日金曜日の夜なんですけれども、ちょっと前に言ったかもしれないですけども、この部屋はですね、半地下にあって、ちょうどこの上にお風呂があるんですよね。で、今、お風呂入ってる人が上でいるので、まあちょっとまあ、そういうことがするかもしれないし、雨が降ってるし、まあもうお風呂呼ばれたらこれ終わらないといけないんですけども、ちょっと、これが出るのは4月1日なのかな ?4 月1日に、あ、違う、4月2日に出るのかな。で、多分その時に話したのが、これやないか?この、隣のフリさんがとにかく怖いっていう、この、全5巻本の漫画があって、これのどっかまで読んだって話だったんですよね。で、これ5巻本なんですけれども、確か。5巻本で、あ、5巻ねえや。あれ、5巻どっか行っちゃった。まあ、とにかくですね、5巻まで行ったんです。ちょっとごめんね、動くよ。あれ5巻どっか行っちゃったやん。この上ね、今ね、すごい散らかっていましてね、ちょっとあれなんですけれど。まあ、とにかく、ああ、これやな、これ。これ。ああ、この表示、このあれだな。この表紙がもう象徴的ですね。一番最初の、これに比べると、この時のこのフリさんの顔に比べると、ちょっと角度直そう。フリさんの顔に比べると、この5巻っていう最終巻の、この笑顔にはすごい意味がありますね。今更だけど、あんまりこの、なんていうの、表紙の絵を見てなかったけれども。これですね。まあ、この感じで髪の毛の色はこんなで、しかもこの女の子が着ているのはスカジャンみたいな感じなんですよね。なんかかなり特別なものを着ていて、なんか元ヤンキーじゃないかみたいな噂とかもあったりするんですよ。なんだけども、それにはまあいろんな理由があるんですよ。で、まあここでネタバレしちゃいけないんで言わないですけれども。で、まあ5巻まで行きましたと。で、だからまあネタバレしちゃいけないんだけども、まあ要するにハッピーエンドなんですよ。すげえね、こう、なんていうのかな。4巻から、こう、急展開していくという感じなんですよね。まあ、全5巻なんで、まあ、5巻の段階で、まあ、ある程度のハッピーエンドになるだろうという予想はあるわけですよ。基本的にこの、多分だけど、その恋愛漫画で最後がこう、ものすごいこれ、ドーン、つって終わるっていうパターンあんまないと思うんでね。それなりに、こう、読み終わって、こう、ほっこりするじゃないか。前回の言葉遣いでほっこりだという、ほっこりという言葉を使ったと思いますけど、ほっこりする終わり方をすると思うので、まあ、4巻の終わりぐらいから少しずつこう盛り上がってきてというか、話が進み始めて、5巻で一気に来るんですけども、それがね、なんかね、わかってて、そうなるやろうなってわかっているけれど、やっぱりね、泣きそうになるっていうね。これは何ですかね?やっぱりこの、年を重ねるごとに、感情移入しやすいというか、感動しやすいというか、涙もろいというか、よかったねーっていう時によかったねーって、思って震えそうになるとか、いう感じなんですかね。まあ、とにかくこれ終わりまして、で、5巻がね、僕の中で結構こう、感動するというか、まあ、繰り返しになりますけど、予想通りの展開なんだけれども、やっぱほっこりして感動して、ボキャブリーないな。まあ、とにかくその5巻でそういう動きがあるので、5巻2回読んだんですよね。だからちょっとなんていうのかな。まあ、読み終わりましたけれども、多分また読むと思う。この、もう一個の方が、こちらね。こちらまだ完結してないんですよ。こちらまだ続いていて、今も連載が続いてるんで、まだ僕読んでない話もありますけれども。まあ、とにかくこのフリさんの方は終わって、でもなんか、この後何回か読みそうやな。そして、まあ、新しいものへと突入していってもいるというのは明日話そうと思います。ほんじゃまた。